シキさんは再びベヨネッタ。表は、シキが落とします。あ、そう、シキさんですね。勝者側決勝。思わず拍手が出た。どちらが勝ったんですか。始まるので行きましょう。リザさん勝った。ケンさんがどうやら 2-1 で勝ったみたいですね。さて勝者が決勝参りましょう。戦場ですね。ビックラポン、なんでですかね。このゼロスーサムスの強力な連携を受けない自信がある。気分剣の口から今ゼルダゴーというコンソール次のやつゼルダゴー。ウェイキョがしっかりガードして下キョウ横 B、 横 B をずらすことによって上 B は逃れた。暴れる。ほら掴んでいる。うまい。横 B から上 B2 回目は入らず。今反転してたのがすごかったですね。うまいです。側に倒しに行く選択肢が見えました。しっかりと反転することによって有利状況を継続と。ウェビー空中、まあ、古来のコンボスピーチタイムで痛いが影響3回。これは外してしまう。入らず。火力が高い。あっという間に。さあ終始ターンがザクレーベヨネッタ。このプレイヤー乗った時の火力えげつないですね。うまい。弱弱3段目なら出し切る。上入らず。1タイム警戒していたが上上これこれはどうだ。ドックがいく。台を使って今のでスポロケどっか行くんですね。なんか最後の3段ぐらいしか当たってなかった気がしますけど、これは戦場ですね。さあ戦場であればゼロスーサムス、おといくらでも巻き返せる。空間1なんで内側に行きましたね。当たった位置も良かったなと思いました。しっかりいましたね。うまいですね。今上強じゃないと両方は拾えなかったですよね。うまっうまい。激追まのま。いやーうまい。撃墜確定だから1回目の上 B で即空を打ったんですかね。判断が素晴らしかったですね。あでも真上に飛んだんで撃墜多分真上に飛んだように見えたんで変更が間に合わなかった可能性はでも十分にありますよね。2回目の上 B に対してずらし押し込んだとかしたら、2ブロック星川さんいますか。はい、スババと専用ルール03ププププルプブ03。これ暴発ですかね。さすがにこの時でケリターンケアがうまいですね。スカッシュさんの横球で追い出して空間へ上強で拾って発生3ですからね。あれ3優秀。なんだなんだ。おちょっともったいなかった。ちょっとパーセントが足りない。空間へ横火あ大上位置が厳しい。あの歩いていくのもいやらしいですね。しかしこのパーセントは怖いぞ。弱1段止めから大寄り空上とかすごいですね。これは勝つ神確定だが風微妙に減速してたような気がします。後ろこれは撃墜。パーセントはさすがに高い。ウィッチタイム無敵時間がなくなってウェビー1回のみでなんとか風がもう一回悪さをしていってここでターンをやり直してさすがに少々ダメージが届かないですかね。ウェビーあそういう抜け方。愛されボディ愛されボディ 56%109% タクレービーを塗ったこのまま押し切るか。しっかりガードが固まっている。うますぎる。ジャンプ見えていたか。よく見て次狙いに行く。
そして差し返しの隙を逃さないザクレビヨネッタ、うまい。クミタル埋め止まっている。なるほど、即抜けを読んでいたんですかね。うん、いあこれ横びっこ危ない、回避を誘させて、いやすごい、これ2先です。回避を誘わせ、強すぎる。2回目の空中ニュートラル。どこまでタクを用意してるんですかね、このベヨネッタ。強すぎる。勝者が優勝、あっという間の。